行きますか。いや、本当車でしか通らないかったところをバイクで走ってて、こんな感じね。そうよ。はい、どうもお疲れ様です。ドクターです。というわけで今回は、今年のバイク納めで、直小町さんと一緒に、ツーリングで田沢湖に行きます。まあ来てるんだけど、いやもう次のシーズン始まりますよ。よしよし、ゆっくり行こう。今日もうちょっとスピード出しても60近く出してもマジっすか。いや本当車でしか通らないかったところをバイクで走ってて、こんな感じね。そうよ。なんかちょっと速い自転車こいでるみたいな突然クマ現れたら怖えな。確かに。でもそういうことも想定して走ってないと。そうそうそう。お、バイク手上げてみ上げれない。どっちの手上げるの？左手。左。今上げました。ちょっとさ、後ろ見てなかったわ。上げた俺。あ、上げてたよ、あの人。見えた。めっちゃ怖いでしたね、うん、ほんとさ、女の人でバイク乗ってるのすげえなって思うわ。斉藤さん、女じゃなかった？女だけどさだけど、私より小さい人がほとんどじゃないですか。まあね、確かに、うん、だから小柄な人がさ走ってるの見ると、いやすごいなって思う。自分の体よりもだいぶ大きいものもさ。まあね、いやちょっと日差し欲しいなね。まあこの天気今日は出なそうだけど、確かに日差しがあればな。そろそろ田沢湖見えるんじゃない？まだだっけ？これ降りたら止まって左ですよね。そうそうそう。うん、あ、見えるんじゃね？あ、見えるね。田沢湖だね。人多いね今日ね。そうね。ソフトクリーム。落ち葉があるよ。あんまり踏まないように歩いて。うん。踏みながらカーブとか一番怖いですよね。怖いね。今更だけど、直小町さんは。なんかあります？自己紹介？うん、自己紹介ある。なんか。BGM を作ってるやつです。そうです。基本的にチェーンソーアートとか、まあ、僕のチャンネルの。BGM とかを作っていただいている方です。あ、名前変わったのじゃあ今。そう。そこ入ろっか。うん。そこ左。気をつけてね。ゆっくり検索して。よし。ここに。そこに乗っていいよ。そらあーとかやめてよ。うまくないなった。よし。寒いね。結構。手がしゃっこいよ。ちょっと休憩しよっか。うん、そうだね。気をつけていこうね。気をつけていきましょう。こっちダメだろ。あっちか。狭い。大丈夫。はい、大丈夫でも。混んでたからやめた。あ、これ？ここだね。ここからこう小道を行くんだ。ここ。え？ここじゃなくて？あ、そっちか。うん。私多分行ったことあるから。あ、間違った。いや、こっちだよ。あ、いいのか。あ、信号できた。まあいいや、頑張ってきて。混んでんのかな、どこも。どうだろうね。あ、でもここうどんとそれ気をつけて。でもちょっとやっぱ寒いね。そうですね、やっぱ顔にかかるのが寒いね。うん、寒いね。でも今日5度くらいあるんじゃないの？どうかね。ありそうじゃない今日は。今は今7度くらいじゃない？7度くらい。絶対適当でしょ。予報を見て、一応この時間11度予報だから、うん、それよりはないかなと思って。なるほどね、うん、まあ適当なんですけど。あと道なりだね、ずっと。どっかバイクで行ってみたいところとかあるの？なんか、うん、結構今年富士山、山梨に2回ドライブ行って、あ、斉藤さんそこ気をつけてね、なんか落ち葉多い。本当だ。いや、富士山を見ながらのバイクはいいよ。本当ドライブしててね、バイク乗りがいっぱいいて、道の駅とかなんかもう駐車場がね、バイクの人しかいないみたいな。うん。あ、そこ気をつけて。あれ、富士山の近くに湖もあるよね。そう、湖もね、いっぱいあるんですよ。あ、湖もいっぱいあるんだ。なんかいろんな湖。ちっちゃいのから大きいのまで。うん。いや、いいね、ここ。すごいね、ここね。いいね、お尻振りたくなっちゃう。風ないから綺麗に見えるね。うん。あ、でも同じところを何回も季節ごとに来て、こう季節を感じるのもいいですよね。ああ、確かに。田沢湖とか特に冬は乗れないけど、夏、春夏。あ、でも来てもそんなあれか。やっぱ紅葉がいいのかな。春もいいんじゃない？水きれいそうじゃない？ああ、そうですね。5月とか良さそう。桜とか植わってればな。なんか杉とか別に全然変わんないですね。桜とかないっけ？ないか。桜湖の周りなんか見たことないな。松ばっかだもんね。うん。ああ、水。おお、あるね。おお。あつこちゃん。あつこちゃん。初五像はあれだよね、都市伝説もあるよね。何の？え、カップルで来ると別れるって。あ、そうなんですか？うん。でも都市伝説でカップルで行くと初五像が嫉妬して別れさせるっていう、うん、都市伝説があった。でも今はほらね、バンバンカップル来るじゃん。その後どうなってるかわからないけど。ああ、カップルって別にね、みんな別れる人。みんな別れる人はやばい。いや、ちょっと暗くなってきたね。そうですね。というわけで2020年はこんな感じでバイクを終了しました。もう2021年バイクシーズン始まりますが、今年もコロナに気をつけながら安全運転でバイクに乗っていきたいと思います。今シーズンもよろしくお願いします。ここで温かい飲み物飲んで。あ、でも暗くなるね、ほんと。